こんにちは皆さん、歴史チャンネルへようこそ。今回は楊貴妃、偉大な愛と悲劇に彩られた女性の生涯と玄宗帝との禁断の関係というテーマのもと、楊貴妃について徹底解説していこうと思います。そして楊貴妃がもたらした文化についても触れていきます。楊貴妃は中国唐代の皇妃で、世界三大美人の一人で、古代中国四大美人に数えられている人物です。ちなみに中国の四大美人、正史、王昭君、天世美、楊貴妃のうちの一人でもあります。玄宗皇帝の長期となりましたが、玄宗皇帝が彼女を超愛しすぎたために安史の乱が起きたと伝えられています。そしてこのことが原因で暗殺という事態を招いたとされています。彼女が絶世の美女だったということはよく知られていますが、その人物像や生涯については詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。彼女は中国史において最も著名な女性の一人であり、それゆえに様々な脚色や伝説が伝えられています。今回は楊貴妃の生涯や都市伝説などを解説します。楊貴妃は開元7年719年6月1日に蜀州で四古三軍を務める楊元延の四女として誕生しました。当時の高貴な身分の者は気軽に名前を出してはいけないという、通説通り楊貴妃という名も本名ではありません。楊というのは名字、貴妃とは彼女の身分を指しています。彼女の本名は楊玉環と言います。一説には生まれた時から玉環、つまり玉の輪を持っていたことが名前の由来とも言われています。玉環という名前は美しい玉、玉のブレスレットのことで、小さい頃から美しい少女だったのでしょう。楊貴妃の両親は幼い頃に亡くなっており、楊貴妃は韓国夫人、郭国夫人、新国夫人という3人の姉と共に叔父の楊元橋に育てられました。この叔父は党の役所に勤める役人でした。今で言えば上流とは言えなくても庶民以上中流の家庭で育っています。皇帝玄宗は18番目の息子寿王の妃を探しに洛陽に行きました。当時楊貴妃の美貌は一族だけでなく周囲の人々にもよく知られていたため、彼女が妃に推薦されました。厳しいチェックを経て楊貴妃、当時の楊玉環は見事玄宗皇帝の18番目の息子寿王の妃に選ばれます。彼女もまた17歳でした。そんな経緯で楊貴妃は開元23年735年に玄宗の十八子である女王李坊の第十夜後の妃になりました。歴史の資料によりますと、女王李坊もまた美貌の若者でした。謙虚で素直、儒教の教えに忠実な極めて好ましい青年だったと言われています。美男美女、まさにお似合いの夫婦でした。しかし結婚して間もなく長安の宮殿でおうち騒動が起こってしまいます。当時玄宗皇帝が最も寵愛していたのは武慶妃で、この寿王のお母さんです。武慶妃は自分の息子が18番目で皇太子になれそうもないのに、自分が寵愛されているからと息子を皇太子にすべく暗躍し、それが原因でごたごたが起きてしまいます。玄宗は当時すでに決まっていた皇太子を含めて3人の息子をなんと泣き者にしてしまうのです。玄宗の妻である武慶妃は李林甫と協力して我が子である女王李坊を次期皇太子にすることに成功します。しかし結局玄宗は武慶妃の息子寿王のことも皇太子にはしませんでした。武慶妃は望みも叶わず、また自分が殺したも同然の3人の王子たちのたたりも恐ろしく、やがて病気になって亡くなりました。まだ39歳の若さだったといいます。結果的に李という人物が新たな皇太子に正式に定められてしまいます。玄宗は武慶妃を非常に愛していたとされています。そのためしばらく抜け殻のようになってしまいました。それから3年の月日が経ちます。玄宗皇帝の一家はしばしば火星地という温泉地へ行った時のことでした。この旅行に寿王や楊貴妃も参加していました。玄宗はここで楊貴妃に出会います。もちろん結婚式に参列していたので前から知っていたはずですが、この火星地での出会いで玄宗は彼女に心を奪われてしまったと言われています。歴史資料にこの件に関する3人目の当事者寿王の言葉は残っていません。
反抗すれば命をも奪う恐ろしい父親にして万能の皇帝ということから手も足も出なかったのかもしれません。このように楊貴妃の人生の転換期は開元28年740年のことでした。李傍の父親で現皇帝の玄宗に見初められたことでした。武桂妃が亡くなったことで玄宗は落ち込み、息子の妻である楊貴妃の虜になってしまったのです。ちなみにこの頃の楊貴妃は21歳、玄宗は55歳と年齢差は実に34歳でした。玄宗は楊貴妃を長安の東にある温泉宮の助道士に任命します。これは事実上の出家とされ、息子から妻を奪う形になることを避けるためにしたとされています。間もなく楊貴妃は玄宗の内縁の妻となり、宮中の大神宮に居住することになります。玄宗の後宮となり、皇后と同じ扱いを受けていたとされています。貴妃という名を与えられたのは天保4歳745年のことでした。貴妃とは後宮の中で皇后の次に格が高い称号です。玄宗の後宮になったことがきっかけで楊貴妃の人生は大きく変わりました。玄宗が楊貴妃に夢中になればなるほど楊貴妃の一族は影響力を持つようになったとされています。例えば楊貴妃を養育した叔父の楊元慶は高六慶の称号が与えられて、楊貴妃の3人の姉も夫人の称号を得るに至ります。またいとこの楊国忠も御子中将羽に昇進したと言われています。楊貴妃の美しさは有名となり、各地から届く贈り物を届ける使者で、宮殿の門は長蛇の列ができるほどだったといいます。玄宗はそんな楊貴妃の様子を見てたびたび嫉妬し、楊貴妃はその度に屋敷に送り返されました。しかし玄宗は楊貴妃がいないと機嫌が悪くなり、側近を無視で叩くなどの行動に出ていました。その状況を聞くたびに楊貴妃は後宮に戻ったそうです。そして玄宗は楊貴妃が戻ってきたことに喜びをかみしめていたそうです。楊貴妃と玄宗は親子ほどに年が離れていましたが、仲は良好でした。玄宗が遊興するとき、楊貴妃は常に玄宗のそばにいて、楊貴妃を支える後人も増加したといいます。ちなみに後人とは中国では労働者を意味します。そして楊貴妃の院には700人もの絹織の工人がおり、別の宝飾品を作成する工人が数百人いました。そのような楊貴妃のきらびやかな生活はあることをきっかけに崩壊してしまいます。この頃に玄宗と楊貴妃に熱心に贈り物を届けていたのは節度使の安禄山という軍人でした。楊貴妃は安禄山を気に入り、宴の時には必ず安禄山の席を用意しました。楊貴妃は安禄山の言われるまま彼を養子にします。安禄山は天保10年751年に入城し、その後は玄宗の側近として仕えました。天保11年752年に李林甫が死去すると、唐の大権は楊貴妃のいとこであるいとこの楊国忠が握りました。楊貴妃の3人の姉のうち1人はこの頃亡くなり、叔父の楊元慶も亡くなりました。2人の姉である韓国夫人と郭国夫人は存命でしたが、楊貴妃の親族の横暴は激しさを増していきます。また楊国忠はわがままで横暴な振る舞いや態度を重ねた上、外政に失敗してしまいます。ちなみに外政とは外国に軍を出すことを言います。多数の死者を出したことで安禄山と対立を深めていきます。そして天保14年755年11月に安禄山はついに安史の乱を起こし、1ヶ月で唐の服と洛陽を陥落させました。また756年の正月に安禄山は大遠征部皇帝を名乗り、遠国の建国を宣言しました。当時安禄山は唐の国軍のうちのかなりの割合の兵力を玄宗から委ねられていました。親衛隊8000機、万官10万から15万の軍団で構成されたと言われています。6月に万象の過剰官は安禄山に敗北し、玄宗は13日に長安にある宮廷から脱出を図ります。職へと敗走を図る中、楊国忠は安禄山の挙兵を招いた責任を取り、陳元霊と兵士たちの手により斬殺されました。また韓国夫人も同様に殺害されました。しかし陳元霊と兵士たちの怒りはこれだけに収まることはなく、楊貴妃にもその怒りの矛先が向けられました。玄宗は楊貴妃は新宮にいて楊国忠の謀反と関係はないと楊貴妃をかばいましたが、それだけでは
兵士たちが納得するはずはありません。やむなく楊貴妃は暗殺されることが決まるのでした。前に解説した通り、楊貴妃の死因は暗殺です。楊貴妃の暗殺を実行したのは光力士という宦官でした。楊貴妃は彼の手で縊死されられます。ちなみに縊死とは首吊りのことです。その最後は非常に苦しいものであったことは間違いありません。楊貴妃が亡くなった後で、南方から楊貴妃の好物だった雷池が献上されており、玄宗は改めてその死を嘆いています。また安禄山も反乱は起こしたものの、楊貴妃を思う気持ちに間違いはなく、楊貴妃の死を知り数日もの間泣き続けたと言われています。陳元霊により、楊貴妃の死は確認され、楊貴妃の遺体は郊外に埋められています。ちなみに安史の乱を起こした安禄山ですが、彼は間もなく病に倒れて失明してしまいます。そして757年正月に安慶所に暗殺され、彼が新たな燕国の皇帝になることを宣言しました。後に唐ウイグル連合軍による奪還戦が行われて、安史の乱は763年に唐の勝利で終わったとされています。この期間中の756年に玄宗は祝宗に皇帝の座を明け渡していましたが、762年に2人とも死去しました。新たな皇帝に代宗が即位しますが、長年の内乱で唐における皇帝の影響力は弱体化してしまいました。新たにウイグル帝国とチベット、契丹が台頭するなど、安史の乱は唐に大きな影響を与えたと言われています。ではここから楊貴妃のエピソードを見ていこうと思います。楊貴妃は渓谷の美女とも呼ばれます。ちなみに渓谷の美女とは、国家の元首が政治を顧みずに寵愛した女性のことを意味しています。しばしば亡国の元凶ともされています。楊貴妃は唐の衰退を招いた張本人として、芸術作品や小説の題材に選ばれる一方で、その評価は高くありません。絶世の美女とされる楊貴妃ですが、実は非常に豊満な体型だったとされています。一説では楊貴妃の身長を 164cm、 体重は約 70kg とされています。ただ当時は貧富の差が激しかったため、太っている体型の方が美の象徴だったとされています。そのためふくよかな楊貴妃が玄宗から寵愛を受けたものだと言われています。では楊貴妃の容貌はどのようなものだったのでしょうか。いろいろな文献に少しずつ残っている彼女の容貌をまとめると、柳の葉っぱのような眉、ぱっちりとした目、おちょぼ口、豊かな黒髪、白い持ち肌だったようです。おそらくは現代でも非常に美しい整った顔の持ち主だったのかもしれません。他には楊貴妃は夏になるとよく汗をかき、匂いを放っていたとされています。その汗をためた肌は赤く見え、脱ぐとその赤色が布に移ったそうです。楊貴妃はこの匂いをごまかすために木蓮や口なしの練香を毎日焚いていたとされ、結果的に官能的な香りを放っていたのかもしれません。前に解説しましたが、楊貴妃は美の象徴であるふくよかな体型だけでなく、音楽や踊りの才能に優れていたとされています。それは玄宗が所用を招き宴を開いた時のことでした。楊貴妃は玄宗が木蓮の花の様子に不協を感じていることを察知します。ちなみに不協とは、しらける、面白くないことを意味しています。すると楊貴妃は酔いながら芸生類の曲の舞を踊り、その場を盛り上げました。玄宗も楊貴妃の踊りに魅了されてしまい、すっかり機嫌が治ったとのことです。楊貴妃は五線部という聖域から渡来した踊りを得意としていたようです。また楊貴妃は琵琶の達人で、玄宗が作曲を行った演奏会では琵琶を担当していました。その演奏があまりに見事だったため、王や群衆王の娘は楊貴妃を師と仰ぎ、多くの贈り物が贈られたという逸話もあります。さらに楊貴妃は傾と呼ばれる打楽器の一種の名手でもあったとされており、李煙という宮廷音楽歌謡聖女の人たちも楊貴妃にはかなわなかったと言われています。玄宗は前に解説した通り、作曲も行うなど音楽に強い関心を持っていた人物です。楊貴妃が寵愛されたのは、こうした音楽的な才能を高く評価していたことも一つの要因だったのかもしれません。楊貴妃と玄宗は年齢が31歳も離れていましたが、双方が互いを深く愛していたことは間違いなかったようです。
楊貴妃は玄宗の気持ちを察知する力に長け、玄宗はそんな楊貴妃に全幅の信頼を寄せていました。それは玄宗が親王と碁を打っていた時のことです。玄宗が負けそうになっていることを察知した楊貴妃は、陣を離して碁盤を崩し、試合を中止させて玄宗を喜ばせたという逸話が残っています。ちなみに陣とは家畜の犬の一品種で、小型の愛玩犬で、体高約25センチ、毛は犬歯状で長く、白地に黒または茶色のブチがあり、顔が平たい犬を意味します。これは囲碁のルールを熟知するとともに、玄宗の心中ととっさの機転がないとできません。玄宗はこうした楊貴妃の聡明さと機転の良さにも愛情を感じていたのではないでしょうか。では楊貴妃に子はいなかったのでしょうか。彼女は玄宗と李傍という二人の妃になったものの、一度も妊娠の記録が残っていない線。ちなみに玄宗は楊貴妃以外に多くの妻を持ち、生涯に100人以上の子を設け、李傍も多くの子を設けたとされています。楊貴妃がなぜ子を授かることができなかったのかは不明です。不妊症だったという説もありますが、子を産むと体型に変化が生じるので、楊貴妃はそのことを恐れたのかもという説もあります。ただ楊貴妃が玄宗の妻として影響力を持つことができたのは、妊娠せずに常に玄宗に寄り添うことができたためだとも言われています。全ては楊貴妃の策略だったのかもしれません。楊貴妃は来地が好物で、わざわざ南方から早馬まで発注やかけて来地を取り寄せ食していたとされています。現在でも楊貴妃にあやかり、貴妃笑と名付けられたグリーンライチが中国で栽培販売されています。絶世の美女であったとされる楊貴妃は、知名度も人気もあるため、今でも美しいものや豪華なものなどの名付けに使われることが多くあります。楊貴妃にちなんで命名されたものをいくつか紹介します。 1. 楊貴妃メダカ。その美しさ、気高さから楊貴妃メダカと名付けられたメダカが有名です。突然変異により体色が主赤色のメダカが発見され、その体色を固定化したものが楊貴妃メダカです。2004年に作り出され、改良メダカブームの先駆けとなったとされています。 2. カクテル。楊貴妃の涙。楊貴妃にちなんだカクテルには、その名も楊貴妃と名付けられたものと楊貴妃の涙が存在します。楊貴妃は鮮やかな水色をしたライチ風味のカクテルです。経過陳酒という金木犀の花を白ワインにつけて風味を移したもので、ライチリキュール、グレープフルーツジュースを混ぜたものにブルーキュラソーデイロをつけてシェイクします。楊貴妃の涙も同じくライチ風味ですが、こちらは赤いカクテルです。ライチリキュールにカシスリキュール、グレープフルーツジュースを混ぜたものに炭酸水を注いでかき混ぜます。どちらも楊貴妃がライチを好んだことにちなんで名付けられています。3. 楊貴妃桜。楊貴妃桜といわれる園芸用の桜の品種も存在します。八重桜で4月頃に開花し、直径5センチ程度と桜にしては大きめで、ひらひらとした花びらが特徴です。色は薄ピンク色をしており、花びらの縁に行くに従って色が濃くなります。見た目が豪華で美しいことから楊貴妃が連想され名付けられたという説や、奈良県興福寺の玄宗という名の宗が愛したことから名付けられたという説などがあります。また桜以外にも梅の品種、香木にも楊貴妃が名前に用いられているものがあります。最後に楊貴妃の伝説を見て終わりにしたいと思います。こうして人生の幕を慌ただしく閉じた楊貴妃ですが、彼女が実は生きていたのではないかという説がいろいろあります。楊貴妃は実はその後助けられて密かに日本に渡ったという話です。中国の本によると、山口県の肥薩と小木町の長寿寺に楊貴妃の墓が残っていると言われています。山口県の長門市の日尊院に楊貴妃が小舟に乗って流れてきたという伝説が残っていて、楊貴妃の墓だという五重塔が立っています。しかし萩町の長寿寺の方にはそうした話は残っていないようです。他にも楊貴妃の未来を山に住む仙人が当てたという話や、楊貴妃の両親が他界した時、彼女は赤い涙を流し、その赤い涙は凍ったという話もあります。このように楊貴妃は現代まで様々な形となり語り継がれています。この動画で彼女の生涯を知り、また彼女の魅力が知れたのではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。楊貴妃の真実に少しでも迫ることができて
とても光栄でした。皆様がこの動画を見て少しでも理解が深まればとても嬉しく思います。次回の動画でもさらに魅力的な歴史の物語をお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。